こんにちは、速稼塾の久保でございます。私の大好きなテレビドラマでスクールウォーズっていうのがあるんですよね。これはもうね、30年以上前のテレビドラマなんですけども、その中でね、やっぱりこの学校なんて個性は育たないっていう論争があったわけなんですよ。それは森田くんっていうね、ラグビー部の将来主人公になる人が滝沢先生に言うんですよね。学校なんて個性がないねとか言うわけなんですよ。まあこれ昔からあるんですよね。でその時に先生が言った言葉っていうのが、私のね、まあ非常に考え方の根底にあるわけなんです。それはですね、野球のルールっていうのはみんな一緒だろと。同じユニフォームを着てみんなで練習するよね、試合をするよね。じゃあ大谷長嶋には個性がないかっていうわけなんですよ。みんなと同じルールでやってるぞと。みんな同じ服を着てやってるじゃないか、でも個性的だよねっていうふうな、そんなやり取りがあるんですよね。で私はそこでね、あ、なるほどなというふうに小学生の頃ね、思うわけなんですよ。そうなんですよ。まとめるとですね、集団生活の中で失われるものは、これは個性ではないってことなんですよ。集団生活の中で同じ基本動作、同じルールの上で育まれるものが個性。あ、同じことやってるのにあいつ目立つよねっていうのが個性なんですよ。でも私もそうなんですけども、ついついですね、見た目の派手さとか、ちょっとね、形をわざと崩したのを個性、もう見た目の上の表面上のものを個性っていう風にね、誤解してしまう時期ってのはあるんですよね。で今回ね、あやさちゃんが集団の中で個性は育つよってことをね、ずいぶんね、10分以上力説してくださいましたんで、それをね、動画説明欄に貼っておきますので、ご覧いただければと思います。いや本当にこういう方が増えてくるといいなと思いました。そしてこの私がね、以前から言っている、学校では個性が育ちにくいんじゃないかなっていう提案っていうのは、なんでそういうことを言うかっていうと、学校に行ったがゆえに個性がなくなったとかね、学校のせいで、先生のせいでっていう、そういう風なね、私と同じような年代の方が、まあ目につくんですよね。結構ね、全てを学校のせいとか、時には自分の人生がダメになったのは学校のせい、学校にいた時の先生のせいっていう風に、もうね、そういうことばっかりなんですよ。いや私はね、別に学校にいてもどんな人生も送れると思うんですよ。学校に行こうが行く前が、でここがポイントで、学校に行かなくても個性は育つと思ってるところもあるんですよね。それ本人の力量によるんではないかなと思っちゃうんですよ。でここではね、堀江貴美さんっていう方が、学校っていうのはたまたま同じ地区にいる人が同じ年代で同じルールの上で縛られるから、個性は育ちにくいってことをね、昔から言われてるんですよ。これも一つ納得できることなんですよね。じゃあどうしてね、こういうふうな相反する二つの意見があるのかっていうことなんですけども、もちろんいろんな考え方があるって言えばそれまでなんですけども、私はこういうふうに思うんですよ。多少の個性っていうのはどこでも育ちます。どんなことをしていても、軍隊の中でも同じようなことを朝6時から夜ね、12時まで義務付けられてる中でも、個性ってのは育つんですよ。ただ個性の幅ですよね。それがですね、もう本当にこのぐらいのものを個性っていう風に言うんだったら、それは個性はみんなあるでしょうと。でもですね、1万人に1人ぐらいのこれからの時代生き抜くための個性っていうのはどこで育つんでしょうかってことなんですよ。例えば私が思うのはね、学校に行かせるなら行かせる、でも家庭で個性的な教育ってのもできるわけですよ。それをしなかった親世代が全部学校のせいにしてるだけかなと思っちゃうんで、これからね、あやさちゃんみたいに、いやそういうとこでも個性ってのは育つんだよっていうふうな、そういうふうなね、気づきの発信をたくさんしてくださる方が出てくることを、まあ本当に望むかなと思います。そこで最後になりますけども、ものすごくね、重要な問題提起があります。私も40代後半でございます。40代、50代の中でロスジェネ世代って方がいらっしゃるんですよ。このロスジェネ世代のほとんどの方は高校まで進学して大学も行って、中には高学歴なんですよ。なのに個性が育たずに引きこもりになって、そしてですね、フリーターアルバイト、ニートじゃないですけども、まあニートですね、ニートになって親のすねをかじって、もう親がね、生きてる間その年金とかね、親の助力で生きているっていう風な、そんなロスジェネ世代っていうのはみんなね、真面目に学校に行ってた人ばかりなんですよね。で企業にも就職して真面目にみんなと同じようにやって、ダメという烙印を押されるんですよ。なんで俺だけがみたいなね、まだ気の毒だなと思いますよね。だからね、なんかこう生まれてこの方、家にいてパソコンバーッとやるとかね、一人きりの暮らしを送っていて、そのまんまそれが延長線上で、ニートというか引きこもりっていうのになっちゃう例っていうのはまだ少ないんですけども、真面目に社会に触れていてニート引きこもりになっちゃう例っていうのが今のところ数字上では圧倒的に多いっていう現実もあるんですよね。だからそこをね、学校のせいっていうふうにするロジックっていうのはまだ早いかなと思います。まあいろいろと申し上げましたけども、あやさちゃんがね、私に動画見てくださって、こういうふうな動画を上げてくださるのは本当に嬉しいなと思います。今日は九条丈太郎の帽子をかぶってのお送りでしたけども、この帽子結構ね、気に入ってるんですよ。私の頭のサイズに合ってると言いますかね。
珍しいんですよね、私の頭、あの62センチの頭に合う帽子っていうのが、まあ、だからデザインがちょっとね、いまいちなんだこれはみたいな感じですけども、ご容赦ください。それでは、あやさちゃん、ありがとう。